ガサラキ君もうすぐ来た。はいはい、来ました来ました。そういう分かりにくいネタはやめるのにゃ。岡田ハミンは基礎教養よ。そんなことよりガサラキよ。サンライズチャンネルで途中までやって、一時休止してたガサラキの続きが来るのね。もうテンション上がりすぎて、ガサラキおろしそうよ。インビテータメ。まあ今回の話題はそれだけなのよ。えガサラキの続きが来たからみんな見よう。以上。 以上なのわさらきはお話は3分ぐらいで語れるけどメカは超ねっちり語らないとダメなのよねっちり語る系は台本にめっちゃ時間かかってるもんねドムで2週間かかるとは私も思わなかったけどまだ終わってないイシュタルマーク2は私の大好きメカトップ3の1つだからね語るならねっちり語りたいのよあしょっちゅうイシュタルの名前出てくるもんねわさらきのお話はだいぶ微妙なのよねゆうしろみはるがキャラとして働かないので。 いいいない方が面白いという。少年向けアニメとしてはだいぶ微妙だったんじゃないかしら部長はそういうの好きでしょうむしろ優志郎と美晴と平安源なしで単純にメカ戦闘だけでよかったわそれはマドックス01ではマドックスに関しては一度語ってるので未見の人は見てにゃメカデザイナーで接点あるにゃもしくはメカセント政治劇でよかったわそれはドキュメントダグラムではあそれでいいわいいのかよなんというか お話の中心にいるべきユウシロとミハルが中心にいるだけの性能があるのに全然本筋に絡まないので確かにクリンカシム感あらわこんなことならボンワイチ族と西田さんとシンボルで話を進めればよかったのではかん今回知らない人に説明する気ゼロすぎるにゃあれよね追い求めて追い求めてついにミハルとユウシロが出会ってこれで謎が解けるかと思ったら二人でいくらでも話す時間があるのにお互いだんり あれは物語の作劇としてどうかと思うわそこ行くと剛イ一族と一部メンバーは最高よ和樹よ野心家で危ない橋をぐいぐい渡りに行くオールバックガサラキの主役はこの人ね話をぐいぐい進める気を継ぐ純粋な興味で突っ走る科学畑普通にイケメン気を張る交渉のできるゴーアンメガネジャパニーズサラリーマンの鏡嫌気を張るめっちゃいいわこのやわらかい物腰で剛炭端,端正な顔立ちメガネ 私、気を継ぐ気を張るででご飯何杯でもいけるわ。腐ってやがる手遅れだにゃ私もイシュタルマークツビエスライデンでご飯何杯でもいけるわ張り合うのはやめるにゃ大三郎和清に壮大を奪われるがかつて自分もそうであったがために受け入れるがサラキのできんできにゅな西田開くひどいねそうね当時これエヴァンゲリオンブームでその影響下で綾波っぽいとかかつっぽいとか いろいろいるのにヒロインが西田さん広川サブヒロインで、ね、マジかさすがにその見方はおかしくないかサブヒロインは米谷でしょうなんか今回だいぶ動画内容が狂ってるにゃまあたいバンニヒットを受けて風にしろってやつがあったと思うのよねだから綾波っぽいとかカツラニっぽいとか入れてよくわからないオカルトっぽさを入れてそのままだとあれだから和風にしてでもロボットボスをするのよね ああこれじゃにすぎてしまうひどいを変えよう西田さんそんなわけでみんなでがさらき見ましょうドラマには文句いっぱいのくせに好きよねメカがよくて政治線が良いのでほぼ満足よオカルトと平安編ゆう郎、ろ春がちゃんとそしできてないのとお話の進行がアドリブっぽいえらい距離をあっという間に移動してたりして見えるのがなんねでも きっと再犯してくれたら LLOOK、OK、よ。バンダイに圧力かけるには、一体メカ部員。何人になればいいのかしら。暴力革命でもいいわ。よくないわ。そろそろ締めるにゃ。そうね。せーの。ただひとつ。くがの。くがたる。あかしの。石の舞台に。足打ちつけぬ。<laughs> チャンネル登録、コメント、高評価、サンクスボタン。ありがとうございます。励みになってます。次のメカ部の時間。 メカブチャンネルで。